こんばんは、お疲れ様です。今日は超糖酸という漢方薬を紹介したいと思います。ここ今撮影している場所は松宮局の調剤室になります。夜7時回っているんですが、お仕事終わったので一人居残りで調剤室のドアを閉めて音をできるだけ遮断してお話しします。店が動いているお昼間だとスーパーの中の薬局なので、なんかそのスーパーのレジの音とか、なんかとにかくすごくこのマイクがいろんな音を拾ってしまうので、ガチャガチャ雑音が入るんですね。だからちょっとしばらくはこういう静かなところで撮ってみようかなと思います。この超糖酸、文字はちょっと自撮りでしているので反転していますけれどごめんなさい。この漢方なんですけれども、すごくね、頭痛にいいということで有名な漢方薬になります。頭痛だけではなくって、ちょっとこうめまいとか肩こりに伴う、そういう方に合うんです。効能効果っていうのがあるので読んでみますね。体力中等度で慢性に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがあるものの次の諸症、慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるものとあります。そしてこちらですが、用法用量は成人15歳以上1回1包、15歳未満7歳以上3分の2包、7歳未満4歳以上2分の1包、4歳未満2歳以上3分の1包、2歳未満4分の1包とあります。超糖高、陳皮、麦門冬、半夏、伏陵、防風、菊花、人参、石膏、生協、肝臓っていう生薬を使った漢方になります。高血圧傾向のある方で肩が凝ったりめまいがあったり、そして一番の悩みが頭痛っていう人なんですね。自分でちょっと思い当たるなとか、家族でちょっといるなとか思う方ありましたら、気になったらどんなことでもいいです。松宮局の私、梅垣真由美までご相談ください。今日はこれで終わります。今日も一日お疲れ様でした。バイバイ。今日の超糖酸という漢方のお話はどうでしたか？松宮局のチャンネルでは女性のための優しい漢方薬のお話や健康に役立つ情報などを毎日 YouTube で配信しています。音声だけでも分かってもらいやすいように心がけています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。100人登録を目指しています。京都女性漢方松宮局梅垣真由美でした。